All right, welcome back to the Virtual Media Center at the 2020 ANA Inspiration. We're here with Nasa Hataoka. Everyone, please remember to mute your microphones and let us know in the chat functionality if you have any questions. We'll begin here in the Media Center with Reiko Takagawa. お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日はなかなかタフな一日だったかとも我慢のご無沙汰とも思いますけども、まず一日振り返っていただけますか。そうですね、今日も出だしからショットの感覚はそんなに悪くなかったんですけど、やっぱり一つのパットが決まらなくて、だんだんこうフラストレーションもたまってショットもリズムが悪くなっていったのかなっていうのがありますね。前半10番が出ていいチャンスも何度かあったかと思うんですけども、やっぱ昨日と引き続き同じように一筋ライン呼びの問題だったんでしょうか。あの辺のチャンスが入らなかったのは。そうですね、ラインは徐々に合ってきたとは思うんですけど、うまくストロークが思うようにできてなくて、読んだところに打ち出せてなかったりしましたね。今日はどちらかというとストロークの問題だった。そうですね、昨日もストロークもあったんですけど、だんだん読みの方はいいと思うんですけどね。2番が決まった時には2番で大きな笑顔が出てましたけど、あの辺はいかがでしたか。そうですね、あれも上からで速いパットだったので、入れに行くっていうよりはこう寄せに行った感じだったんですけど、それが決まってくれたので良かったです。今日はちょっとティーショットが右というところも多かったと思うんですけど、その辺の要因というのはいかがですか。やっぱり今の課題である、テイクバックが少し長くなって、その分タイミングが合いにくくなったっていうのがありますね。とはいえまずはっておっしゃってた目標の予選通過確実なところで週末を迎えると思うんですけども、その辺はいかがでしょうか。そうですね、最低限の目標ではあったので、とりあえず予選は取れてよかったんですけど、まだ上のスコア次第でしょうけども、まだまだ伸ばしていけるチャンスがあるかと思いますが。そうですね、それぐらい伸ばせるだけのチャンスはついてると思うので、あとはもうパッティングを決めるだけかなと思います。私からは以上です。ありがとうございます。はい。 Do we have any questions for NASA? Please let me know. 読売新聞の佐野と申します。よろしくお願いします。お願いします。6番のバーディーなんですけども、比較的他の選手も苦戦している、ホール昨日に続いてっていうふうに思いますけど、あのホールというのは振り返っていかがだったでしょうか。そうですね、6番は結構難しいホールだと自分でも思ってるんですけど、ティーショットがすごくいい位置に運べて、今週から入れた5番ウッドでティーショットしたんですけど、それがうまくバーディーにつながったのかなと思います。今週から入れた5番というのはその自分なりの準備という形でこのホールに絞っているんでしょうか。そうですね、いつもは3番ウッド、3番ハイブリッド、4番ハイブリッドで入れてるんですけど、4番ハイブリッド使う機会が多分そんなにないので、それを抜いて、18番もティーが前に出た時には多分5番ウッドぐらいの距離が残るってことで、キャディーと話して5番ウッド入れることにしました。ありがとうございました。はい。ファイナルコール。お疲れ様です。お疲れ様です。最後、綺麗な形で終わって、こう苦しんでたのを最後、しっかりバーディーで終われたのが大きかったように見えたんですが、ご自身その最後っていうのはどう捉えてますか。大丈夫。最後はそうですね、パー5で絶対取りたいホールだったので、バーディーでうまく取れて上がれてよかったです。ありがとうございます。はい。 All right, we need to wrap this up shortly. Any final question for NASA? All right. Well, thank you very much, NASA. ありがとう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日はまず、振り返っていただいて、決勝に行きますけども、そこも含めて今日いかがでしたでしょうか。そうですね、本当に今日は、アンラッキーからスタートして、途中、14番でもったいないダブルボギーがあったんですけど、キャディーさんとのコミュニケーションがうまくこう取れなかったたりもしたので、はい、でもその後後半はそのままずるずるっと行かずに
こう、まあ、いいバーディーチャンスを多く作ることができて、はい、イーブンで帰ってこれたので、まあ、それは一つ成長かなというふうには思います。10番のアンラッキーというのはあの左のバンカーがちょっと、まあ、割と難しいところだったと思うんですけど、あのセカンドがどっか当たったが木のなんか端みたいなところに当たっちゃって、まあ、方向的にはピン方向だったんですけど、はい、想像してなかったところに当たっちゃったので、はい、セカンドはごめんなさい、サードはビハインあの木の後ろではなかったの。そうですね、後ろ横の茶色っていうかその土みたいなところだったので、まあ、でもそこはまあボギーでいけたこと、そうですね、すごい良かったと思います。後半はいい、ね、チャンスがあったけどなかなか入らずちょっと惜しいところもあったのかなと思ったんですけど、そうですね、まあ、今日は本当にグリーンがすごく綺麗で素直な転がりをしてくれるので、いいラインにつけてこうしっかりラインが読めていいフィーリングで打てると入りますし、逆にラインが読めないと全然入らないので、まあ、今日は本当チャンスにつけてもラインをしっかり読み切ることができなくて、はい、バーディー後半取れなかったので、まあ、そこはちょっともったいなかったなというふうには思います。初のメジャー決勝に行きますけども、その辺いかがですか。そうですね、すごく楽しみですし、初めての全英オープンは予選落ちに終わったので、はい、今週はもうちょっとですけど成長を感じれているので、まあ、あと2日間思い切ってやりたいなというふうには思います。私からは以上です、はい、次の方お願いします、はい、あ、南さん、お疲れ様です。そうですね、まあ、いろいろご自身ではその反省点があるかもしれないんですけれども、このすごい長くて難しいコースで、まあ、その予選通過が確実になっているということで、まあ、そのご自身でこの米ツアーでやっていくのにこう自信とかそういうものっていうのはちょっと感じてますか。そうですね、まあ、しっかりとした自信はまだ持てれてないですけど、やっぱりこうメジャーをこうやって経験したりすごい選手が周りにいる中で自分がプレーしていることにすごく誇りを持てますし、こうやっぱり、ここで勝ちたいっていう思い、ここで戦いたい、ここでこう世界のトップ選手と一緒にこう肩を並べたいっていう思いがすごく強くなっていってるなっていうのはあります。もう一つ質問させていただきたいんですけれども、全英女子の時にその感情のコントロールっていう部分をちょっと話してたところですね。その場でこうストレスが溜まった時に一気に出すのかどうするのか、まだ自分でも探ってる部分があるっていうふうにおっしゃってたんですけども、その感情のコントロールといった部分では今週はいかがでしょうか。そうですね、今週はすごくこう自分でプレーをすることに心がけているというか、自分でこう考えて自分でイメージを作って球筋だったり落としどころだったりそういうのをこうもう一回こうスタートじゃないですけどゴルフの基本的なことに戻ってみようと思って、基本自分で補足もしてますしライン読みもしますし全部自分で基本やってるので、なんかそうやってやってると自分のミスのプレーにはやっぱり怒りがきますし、仕方ないプレーにはこう笑顔でいられますし、なんかそうやってこうゴルフしていったらきっと自分のプレースタイルっていうのが見つかってくるのかなっていうふうには思ってます。わかりました、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。お疲れ様、読売新聞の佐野と申します。お疲れ様です。お疲れ様です。14番であのダブルボギーになった後にですね、15番ですぐに一つ取り戻したところも大きいと思うんですけど、まあ、それはメンタル的にもまあ難しい中でどういうふうに自分の中で立て直して臨んだコースホールなんでしょうか。そうですね、まあ、14番はこう本当にやってはいけないミスというか、自分のイメージとこうキャディーさんの打ってほしい場所とこううまくイメージが噛み合わなくて中途半端な感じで打っちゃったので、まあ、本当自分のメンタルが導いたミスだったので、それは一番試合の中でやってはいけないミスをしてしまって、でも
まあ、まだ残りホールがあるのでありますし、まあ、全英女子オープンでは予選落ちしたので絶対予選落ちはしたくないっていう思いだけで次のホールに行きました。そのもう一点なんですけど、そのご自身先に成長を感じられているっていう話をしたんですけども、まあ、その前衛の予選落ちがあって、まあ、その後まあアーカンソーあのまあカットラインのところで滑り込んで、まあ、はい、しっかり上がっていくというところで、はい、どういうところにまあその自分自身成長を感じている部分、技術的にも精神面でも。そうですね、すごく言葉で表現するのは難しいんですけど、やっぱり一試合一試合こう一つの出来事出来事が本当に自分をこう強く成長してくれしていると感じてますし、やっぱりキャディーさんとのコミュニケーションだったり他の選手との英会話だったり、なんかこうそういう言いたいけど伝わらないっていうそのもどかしさだったり、まあ、ゴルフ中でのこう孤独感だったり、なんかそういうのが、はい、全てにおいてこう慣れてきているというか、こう自分らしくいられるようになってきているというか、はい、胸を張れているというか、なんかそういう感じですね。だからで何がっていうよりかは本当にこうここに来た自分がなんかこう少しずつこう自信持ってこう胸張れてきてるのかなっていう感じですね。余裕というか、まあ視野の広がりみたいなものってやっぱり無意識の中で余裕はないですけど、はい、そうですね。でもまあでも余裕はないですね。視野も広がってないですし、まだいっぱいいっぱいですけど、とにかく自分の目標は見失わないようにやっています。Okay, and I believe Yui. Yeah. Those are all the questions for today. Thank you so much, and we have a great finish. Rest okay. Of the round. ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんおやすみなさい。朝早いですね。すみません、ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。前半はいい流れでいったと思うんですけども、後半にちょっと足踏みしてしまいましたが、その辺も含めて今日振り返っていただけますか。うん、まあ、前半のパー5 2つでバーディー取れたことはすごい良かったので、まあ、あの前半をアンダーで折り返したのは、まあ、個人的にはすごい嬉しかった中で、あの後半1個も取れず4つ落としてしまったので、まあ、そこに関してはすごい自分に対して腹が立ちますね。11番でチャンス逃したのが、はい、ちょっと何かこう流れというか、はい、その辺が悪くなった。あれは何メートルぐらいありますか。あれはもう 2.5 メートル2メートルぐらいですかね。それはちょっとラインか何か、うん、ラインほぼまっすぐだったんですけど、まあ、若干引っ掛けたのか、まあ、もう横抜けてしまって、あそこからちょっと、まあ、気持ちが切れたわけじゃないんですけど、まあ、あれを外したのはちょっとショックでしたね。最初18番もちょっとあの、はい、まあ、どういう、はい、状況だったんでしょうか。あれは、まあ、あの自分の好きな距離を残そうと思って80ヤードピンまで80ヤードぐらいの距離を残そうと思ったら、思ってたよりもやっぱりラフの影響がなかったのか、まあ、転がっていってしまってて、もう、まあ、沈んだ状態ではあったんですけど頑張って振ろうと思ってて3打目打ったけど、やっぱりかなり持っていかれましたね。3打目までタフラフです。はい、もう深いラフだったので、はい、ここでダフったわけじゃないですけど、もう完全に飛ばなかったですね。とはいえ、予選は通過しましたが、はい、それもいかがですか。まあ、やっと今季初予選通過はすごい嬉しいんですけど、やっぱりそれよりも上がりの自分の情けなさにすごい腹が立っているので、あそこに関してはあと2日また挑戦できるっていうのはすごい嬉しいので、うん、この、後半の4つを2日間で取り返せるように頑張りたいと思います。あのもう一つだけ、今日なんかフルーツ食べてました。あ、トマト、あ、プチトマト、はい、トマト食べてました。 10番の、はい、10番のお昼ご飯って あとはなんか
お菓子をちょろちょろと。何食べるの？じゃがりことかコンペイトとか飴も食べてたかな。だいぶこうちょっと小腹が空いた感じ。そうですね、もうちょこちょこ取りながら、前も若干詰まってたので待つ時間もあったので、そこで、まあ、あの気分転換に食べたりしてました。明日は向けてはいかがですか？明日、あ、お菓子、うん、あ、お菓子、お菓子じゃないわなゴルフ、まあそうですね、あのあと2日挑戦できるのはすごい嬉しいので、うん、あと2日ともアンダーで回れるように、こんなあのポンコツなゴルフをしないように頑張りたいと思います。 Okay, last, chance for questions. And with that, thank you very much. Thank you. Oh, I have a question from Tsukasa. If you'd like to unmute yourself.はい、お願いします。あの、まあ、後半その14番15番あたりにしっかり、まあ、耐えながら、はい、その中でも修正しきれずにこう自分の中でこう徐々に崩れてしまう部分というのは、ショットであったり、まあ、パットであったり、どういう部分になるでしょうか？うん、まあ、完璧ショットがパーオンしなくなったっていうのが、まあ、一番だと思うので、うん、若干やっぱ力んでしまってで全部左とか右とかに行ってしまったので、もうバンカー打つ回数も増えてたので、まあ、 あのドライバーに関してはよく耐えてたかなとは思うんですけど、やっぱり後半につれてアイアンショットが、まあ、力んでしまってっていうのはあったかなと思います。プレーしながら直していくっていうのは難しい部分でもあると思うんですけど、はい、どういうところにあの、まあポイントを出したいことを立て直して今にしてもそうですね、距離に関してはちゃんと自分の思った通りに出てましたし、まあ、あとはなんだろう、ちゃんとその狭い方を狙っていくというか、広い方をしっかり見れるような余裕のある、なんだろう、余裕を持ってできるようにってところですかね。特になんかスイングとかも、まあ、修正する部分はたくさんありますけど、まあ、パターに関してももったいないのもたくさんあったので、そういうところもしっかりあの練習して修正できるようにしたいなと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。 Have a great third round. 大丈夫なようです。OK?